闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前スポーン。はい、始まりました日刊マインクラフトの時間でございます。嘘だ。今回も恐怖のビトインランドを攻略していきましょう。私が FB37 です。そして恐怖の体現者キックマックスです。ハルマットです。ヨヨです。ではやっていきましょう。なんかうちらの家の真下ってさ、洞窟の名前2つあるな。階層で違うっぽいけどね、うん、あ、これ階層なんだ。で、なおかつ多分特別な洞窟に入った時はそういう名前が表示されると思われる、うん、と仮定して仮定して、ここ山ほど資源ある。うわぁ、山だ。本屋が山だ。翔平へい宝生マイフレンド、ね、そのガキつかのお前が言わせたのお前が言わせたのガキつか名言集。ダメだ、オレンジ鉱石をほんと見つけてこないとあかんで、これ。あれ、バケツってどうやって作るの、バケツ。あ、バケツってあれか、あの上に取っ手が必要なのか。ロープが必要。これだ。あの、岩のやつ、ピッケルのダメージいくかも。あー、なるほどね。なるほどね。道理大つ超硬えと思ったわ。うん。おめ、天才だな。しかもあのオレンジピッケルだと燃えるわ。おめえ天才か？おめえ天才だな。オレンジは多分炎効果ついてるで。そうそうそう。だから、うん、シールドもしその敵を燃やす効果があれば防御してるだけで相手がどんどん倒れていく。相手は死ぬ。相手は死ぬ？それはかなりでかいんじゃないか。やっぱオクタインシールド目指すべきだ。でも我々にはノウハウがある。ノウハウないからないよね。ないですね。少しずつノウハウがある。現状ノウハウといえば昆布が美味しいぐらいしかないで。よし、俺は持ち帰ってきてやるよ、キノコ。キノコ名人だ。年間2000本の松茸を密漁してるから。やべー、密漁者かよお前犯罪者じゃん。でもまず土地の管理者に見つからないことが絶対条件だから。こいつノウハウ知ってる。先生と呼ばせてもらっていいですか。どんどん呼んでっけ。もう俺は今もう泥に足を取られて動けなくなるから。うわ、でかい。ホライゾントード、これジライヤじゃない。どうもジライヤさん、こんにちは。ジライヤ、ジライヤ、どうもこんにちは。わしはの、ここに住んでもう50年になるんじゃが、食い物がなさすぎて、最近は泥とか食っておるんじゃ。え、泥って結構まずいんじゃないですか。ああ、まずいよ。でもその泥がな、泥を食ってると、だんだん麻痺してくる。あーって、なんで貴様こっち来た。ワイト、ワイト。ちょっと、通信障害かな。混戦しちゃったようですね。ひどい、ひどいだろ。俺がネタを披露したのにお前そうやって。かわいそうだと思わないの俺が。真横からワイト来たらそうなるって。わあ、もう。まずは地上探検。エオさんがワイトにはめられてまーす。かわいそう。かわいそう。あれ、なんか今実績解除したと思ったらめっちゃでかい。ああ、なんかあるここ。ん？なんだこれ。とりあえずね、なんかビッグウッド見つけた。ビッグだ。ビッグウッドの近くしかもなんかある祭壇みたいな。祭壇っていうか、ビッグウッドってダンジョンじゃなかったかな。そしてこの謎の遺跡はなんだ。なんだ。はあ、なんか宝物みたいの入ってる。やった、オクタインゴットめっちゃ入ってた。嘘。ガスクエメ、ガスクエメ隊かこれ。違う、なん、違う。あー、クソカタツムリだった。よかったー、こいつは雑魚。ガス系名隊。あー、いて、いて、やべえ、カタシムリ、カタシムリ、三連カタシムリ、赤い三連星だ。殺される、さすがにカタシムリ。あー、やめてー。なんだ、なんだ、あー、びっくりした。
逃げろ。おし、ここに来て、素晴らしい脚力を見せる、FB。沼地すぎる。脚力を見せる。サボテンが刺さって死んだ。何やってんだ。まずい、誰かヘルプ頼む。オクタインごとも拾ったし。それは誰か行かんと、俺ちょっと遠い。よし、戻ってきた。私は戻ってきたぞ、ジオン。ジオン。やべえ、ワイトが家の中に入ろうとしてる。マジかよ。やべえ、家の扉叩いてる。こいつ誰だ？いや、ワイトもやっぱり遊びたいんじゃない、みんなと。やばいっす、やばいっす、やばいっす。やばい、やばい。やばいよ。ああ、壊される。焼けるか。対処しろ、対処。うん、ピッケル、使えるな。いやー、また来た。ここ、片しぶり。片しぶりが。バカか。湧くんだ、これ。バカか。バカか、こいつら。いてー、俺も死ぬ。ぐえー、無理や。これは。ちょっと待って、これ、ワイトに、ああ、もう。まず、ワイトどこだよ。せーの、おめえ、おめえ。燃えろ。クリスタル壊したれ。燃えろ。これ、大惨事。死なー、地獄や。な、やった、ぐえー、うわー、やっとこの地獄が終わった。よーし、回収できた。オクタインごと24個回収。すげえ。帰る、すごい。俺も今絶賛集めてるぜ。すごい、これで潤うぞ俺たちは。盾作ってみよう。ちょっと相手を燃やすことができるならかなり有効なはずだ。あとルールカのスキンも手に入ってる。ルールカのスキンってマジかよ。なんかいい、やばい。装備が作れるっぽい。でもこの、それこんないいか、大して強くねえぞ。ルールカの装備、ルールカのスキンで装備が作れる。すげえ。誰も俺を攻撃しないでくれ。いてえ、おー、ワイトかよー。でも逃げまーす。もう無理やり上目指した方がええんちゃうの。うわ、すげえ、来た、ワイト来た。怖いよ、パパ。あー、もうダメだ、絶対死ぬ。うわ、えいやい。とりあえずオクタインシールド作ってみ。だから防御したら相手を燃やすことができるから、防御してる時でも勝つ可能性があるだろう。勝つ小林ってこと。そういうことやね。死んじゃうじゃん。なるほど。じゃあちょっと一個使わせてもらいますわ。どうぞ。オクタインシールドできたー。じゃーん、やってみっか。まあ、ガードしてみ、キックン。もう俺は燃えないわ。それガードしてんの。それガードじゃないでしょ。え、ガードどうやってんの。まさかこいつ。今まで。あ、なに、こういうこと。これそう、そうです、そうです。あー、やっぱ燃えるわ。いいぞ、これ。やっぱ。知ってたならし、ワイトも下いるし。よし、早速、ワイトに。よし、ワイトに。どうだ、おお、ワイトに効果的とまでは言いませんね、これ。どんどん、なんか、奈落に落としてくる、こいつ。いいぞ、いいぞ。でも、防御してるだけでいいから、キックは攻撃する必要がないから。あのね、ワイトは攻撃しなければ魔法を使ってこない。ああ。そう、その盾持ってるやつの周りゆらゆらしてる。あ、ほんとだ。めっちゃ時間かかる、ワイト。まあでも、問答無用で殺されるよりは全然マシだろ。いや、全然いいわ。確かに。これでだから、ダンジョン内でワイトに出会っても、生存確率が全然上がったわけ。アップ。今までだと 0% だったわけでしょ。0% だったね。ああ。耐久はどう、耐久。耐久はね、1ワイトで、10分の1かな。いや、でもこれで希望の花は咲いたわ。マジ、なんとかね、安全に素材を持ち帰ることは考えないと。持ち帰らなきゃマイナスだからね。そうだね。いつまでも。ソロモンよ、私は帰ってきたー。コンブがアイテムどこ。もう消えたろ。何分経ったとね。多分あのワイトと遊んでる時に消えた。バカだ。無敵とか言って。さ、帰ろ。よし、じゃあ満を持してちょっと FB さん
下に行ってこようかな、下界に。俺がなんで下剤の神って言われてるか知ってるか。下剤の神ね、よく腹を下すから。そう、下剤いらずの FB37 いらねえのかよこの便秘下痢野郎おお、矛盾の存在じゃん。ここに伝説のクリスタルがあるんじゃないですか。クリスタルと謎の鉱石。相変わらずあるのは黄色い鉱石のみ。イエーイ。うわー、やべえ、ハグめっちゃ来た。ハグッとプリキュア、ハグッとプリキュアピル。ダメだ、もう防御解ける、解けない。後ろにもできるんじゃないか。うわー、おお、倒した。スラタンでしょ。あー、やっぱとりあえず全身装備がないときついわ。4ダメージぐらい食らうもんな。もう骨装備作っちゃおうね。スランプハグから骨手に入るから。そうだね。もう敵強すぎない？敵強い。あ、これはなんだ、あのクリスタルみたいな。え、あのそれ地上世界にあった、あった？地下、地下。あのね、わかんないけど、綺麗な感じのクリスタルだったら敵のスポーンブロックかもしれない。あー、そういうこと。うん、エロナイトシャウドやっと手に入れた。おお、やりよる、とうとう。コードベロニカだわ。よし、盾を拾った。あー、これスポーンブロックだ。いれ、残しとっかな。いや、この難易度はちょっと癖になってくる。いやー、やべえ、今、カーバンクいる。ぐー、くんじゃ、うん、ねえ、おい、うわー、しまった。これやっちまったな。ね、やっちまったな。これやっちまっただ。まあいいや。これ死んだら。まだ、アイテム回収しやすい。一戦一戦が死闘すぎるよ。でもこれで鎧が作れる。よーし。ボーン鎧、ボーン鎧。どんどん、身を固めていくんだ。地獄、地獄です。地獄です。ワイト。ダメだ、ワイトファンネルモード、盾効かず。え、ダメ？ダメ、攻撃できない。だから、はっ、あ、びっくりした。わーい、けん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 、マジホラー、ホラーゲームだよこれいや、そうだけど、そうですけど、なんだと思ってたのか、君は。楽しい建築ゲーム残念だったな。やったー。あー、俺もなんかあの、オレゴン州見つけた。おー、オレゴン州見つけちゃったー。ベロナイトシャードやる。あ、あなたたち、あなたたちあなたたち、あなたたち、あなたたち、とりあえずアイテムを回収して、ここを登れば俺の勝ちだ。オレンジだけなら第一層で掘ってた方がいいような気がする。オレンジは多分そっちの方があるね。うん、オレンジは60近辺がマジ鉄板だよ。そうだね。ノウハウが蓄積されてきた。あー、壺、ノウハウ、壺あった、壺、自然の壺だ、自然由来の壺。何手に入った？マジでオーガニックじゃん。あ、オーガニックアロー手に入ったわ、多分。うえー、強すぎ、ワロタ。あとオレンジ鉱石さ、あの光源になってるからさ、壊すといきなり暗くなってちょっとビビんね。ビビるね、やめてほしい。ちょっとわかる、わかるでしょ。わかるわかる。あー、でもあそこにベロナイトいっぱいある。あれは取らずるいに、いに。縦のカウンターファイヤー素晴らしいんだけど、結局それでも倒すのすげえ時間かかる。まあだからその勝てる見込みが本当に出たぐらいいやでもマジでワイトを一匹だけなら倒せるのでかい。そう、ワイトはもう絶対攻撃してはいけないっていうのも鉄板。うん、鉄板。ジェムみたいの持った敵もいいの。ああ、あれでしょ、ハグでしょ。ああ、もしかしてそいつ落とすんじゃない、低確率でジェム。俺なんか拾った気がするんだよね、一回。
ああ、でもやられちゃった。青いの拾ったと思ったらキャンディーだったわ。キャンディー。キャンディー。キャンディーちょうだい、キャンディーちょうだい。それピンキー。猫、ピンキー、1日で60キロぐらい食うらしいよ。60キロも食ったらもう、なんか、9倍ぐらいに出ませんね。これ丸々1個入るでポイント9倍だよそれ。でもオリバも10万キロカロリー取るから1日に。そうそうそう、俺らとは体の作りが違うってことか。そういうこと。うん、猫だし。あともうさすがに帰りたいです。安西先生帰りたいです。安西先生外に帰りたいです。とりあえず億単位俺23個取ったから、これをなんとか。すげー神じゃん。お前が神か。でも持ち帰れなければ何の意味もない。そんなに深いところにいないんだけどな。帰ってきたー。結構持ち帰ってきたぞ。ベロナイトシャード、ベロナイトシャードマジ貴重すぎるだろ。なんだこれ。よし、オクティ、オクタイン、オクタイン、オクタインとオプティブラス、オプティブラス、あと緑鉱石少々、あと燃料も結構持って帰ってきた。お、燃料増えたね。やっぱ盾重要やな。希望を抱きしめ。皆様動画をご覧いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。 MSS プレゼントはですね、YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方お願いいたします。お願いします。はい、チャンネル登録のボタンは多分、ここら辺にあると思いますので、ぜひ、登録していただけると何より幸いでございます。あと下のですね、説明文の方にもですね、いろいろリンクとか載ってますので、ぜひそちらの方でも、ご登録をお願いできれば幸いです。うるさい。